おそらく最後になろうかと思いますが、甲賀ハニ族の棚田、これがもう最後というか最高ですね。本当に人類が永遠として築いてきた、これぞ未来永劫残したい価値ですね。普遍的な価値、世界遺産のまさに定義というか目的というか価値に符合するものですね。これはすごいや、やっぱ見たことないですね。これはこれでも朝日とか夕日にあのに見てみたいですね。見てください、こんな段々ですよ。これは永遠として作ってきたんですよ。もうあのどうでもいいような世界遺産返上して、本当にこういうのだけを登録してほしいですよね。住江の化石博物館に中国も懲りたんかどうか大違いですね。いやこれはもうすごくて声も出ないというのはこういうことですね。以上中継を終わります。シェイシェ在前。